はい、のみさん、こんにちは。今日のやつ、ね、今日のやつですよ、まあ、今日のね、出来事。まあ、今日寿司屋行ってきましたね、はま寿司。美味しかったです。まあちょっと今リハーサルで全部喋っちゃったんですけど、いや、美味しかった。はま寿司大トロとかね、憩いの場がまた一つできてしまいました。いつも俺スシローとかくら寿司とか行くんですけどね、ダントツでうまかった。うん、まあぶっちゃけスシローのなんか寿司ネタの方がうまい感じはしたけど、だし巻き卵が美味しかった。甘くてね。うん、でもね、一つ言うことはね、あのナレーションがうるさすぎる。うん、まあご飯の声なのかな、あれは。まあなんだ、野沢雅子さんだよね。うん、ご飯さん、まあ孫ご飯さんなのかな、よくわかんない。その声がねずっとくんので、なんか物が来たらわっしょいわっしょいみたいなこと言い始めるからさ、まあ、狂ってるよね、あそこ。うわ、ノイローゼになりかけた、その短時間の間に。びっくりした、あれは。うわ、うるせえうるせえって思って、もうね、心が病んだね、俺は。それでおとなしにしてほしいよね。いや、そのわっしょいわっしょいしなくていいだろって。なんでその寿司が来るたびにお祭り騒ぎになんなきゃいけないんだよ。お祭り騒ぎになるのは味を噛みしめてる口の中でいいんだよ。フェスティバル、フェスは口の中でいいんだよ。中だけでいいの。その来る途中からフェスはね、心の中でフェスにするから。そんな、そのなんだろうな、もう耳、嗅覚的、聴覚的にフェスしなくていいんだよ。それは俺の心、第六感を使ってフェスってるから、お前は黙っとけって思うよね。うん、いや、スシローとかの音に慣れすぎてる。いや、スシローされやすいけど、まず言わせて、タッチパネルがさ、結構強く押さないとできないわけよ。あれムカつくよね。いや、ムカつく話で俺もう、いや、直接は言わないけどさ、なんか結構押さないけど、いや、もうマジで、いつか俺液晶割ってやろうと思いますってね。破壊予告っていう、ね。いや、でもあれムカつくよな、なんか。もっと良くしてほしいけどね。なんだろうな、良くするんだったら。自分のスマホでやっちゃえばいいのにね。うん。アプリない、アプリある人はこれでいいですよ、みたいな。番号で。どっちでもやれるようにすればいいのにね。いやー、始まる気がするです。で、まあそれでね、まあいろいろあったんですけど、リハーサルで喋っちゃったんで、もう喋ることないね。で、そのね、まあ帰りにね、髪切り行こうかってなったけど、結局行かないっていうね。俺、髪切りに行こうかって言われて行くの嫌なんですよ。で、結局なんかお母さん、まあまあってもう行かなかったんですけどね。いやー、髪切るの嫌な、俺嫌いなんですよね。なんか自分のタイミングでみたいなね、まあ、こう生意気に何言ってんだお前が。お前に人権なんかねえよっていうコメント来るかもしれませんけどね。あるわなあ、お前よりはあるわって。いや、それはひどいな。ね、それのコメントしてる人が奴隷かもしれないかったらね、傷ついちゃいますからね。うん。そんな感じかなっていうけど、いろいろあったな。はま寿司で出るときもなんかね、なんか、あ、なんか変な大人が来てるって思ったら、まあ、俺が出ようとする。この人入ろうとする。明らかに加速してる。だからさっきね、リハーサルで思いついた僕はトランザムーン。トランザムしてくるんですよ。シューンって上がって、みたいな感じで入ってきて、で、ガーンって入ってくる。うぜえなーと思って、率直に。うざって思ったね。まあ俺デブだからね、早く入った方がいいけど。譲ってくれなかったら、お、まあ譲ってくれるとかじゃなくて、俺いつも譲っちゃうんですよ。あーって言ってね、まあ、ね、どうせ腹出っ張ってるからさ、入りづれんだけど。でも譲っちゃうの、バカだから俺。ね、見えないから、周りが、ああ、いいですよ、みたいな感じでね。そうで、タントランズムってやってきて、ちょっと不快になりましたね。クソーって思って、なんかね。そういうのどうすれば掛け合いね。でも、あそこまでやってくれたら俺は嬉しいけど、たまにいるんだよ。俺がね、テクテク歩いてるとするじゃないですか。で、車来ると。止まってくれるんですよ。これ俺嫌なんだよね、止まってくれるの。止まんないでほしいと思う。で、俺がもし人気になったらみんな飛ばすのはやめてよね。ピューンみたいな、うわ、怖えな、こいつ、ふざけんな、ナンバー見つけたの、ザーンみたいなね、しちゃうかもしれないんで。しませんよ、そんなことね。決して、とは限りませんが。いやー、でも、ね、ゆず、だって俺のペースで歩きてえのに、なんか急がなきゃいけないじゃん。いや、ゆずってもらって、はーってね、0.001 秒でも早くね、こう、スーンって言ってほしいのにさ。で、ジャンプ機能欲しいよな、人生に。こうなって、こう、まあ、こうか。うわ、見づらいな。まあ、こうですよ、こう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 ね。
こうなってるじゃん。こう、あ、ゆずませだ、うん、うん、トゥーンゾーみたいなね。だそれを歩いてる時に思ったんで、ジャンピングホッパー作りますとかね。言えたらかっこいいけどな。でもジャンピングホッパーは欲しい。ビューンって言って、その横断歩道とかもみんなビューン、ビューンって飛んでるもん。それでもみんなもう車ビュンビュンできる。ビュンビュンできる。で、危ないって言ったらビューンって飛べるから。ね。で、二段ジャンプのやつはめちゃくちゃ高級品みたいな。一段ジャンプまでできるよって。うん、もうジャンピングホッパビューンってね、できるようにしますけどね。それで事故でみんな川とかに落ちそうだけどね。うん、まあそれは人工知能からなんたらかんたらね、川に落ちないようにします。自殺簡単になっちゃうね、ジャンピングホッパがあるせいでね。みんなめちゃくちゃ自殺簡単になっちゃうね、それだってね。恐ろしいね。痛そうだけどね。なんか上にこの出っ張った家とかのベランダとかってゴーンってやったら嫌だよね。うん、なんかルーラーでドゥーンみたいになるみたいな。俺それやった時はちょっと悲しくなるよね。あれなんかさ、頭ぶつけた時って、その頭ぶつけた時の特有の衝撃あるよね。あれうーわー深いーっていうね、剣王っていうね、もうその痛みあるんだよな。なんか個性持ちやがってってひどいな。痛みに対して個性も痛み人権、通権をね、なくそうとするって、まあ、人権とね、痛みにもね、権利はあると、俺たちにも主張させてくれよ、個性よってね、まあ、そういうことですよ、痛みにも個性があると。あとあれだ、本屋行ってね。で、前の人がこう言ったから、俺も行こうって思ったら、普通にレジ休止中でね、俺入っちゃって嫌な客みたいになっちゃって、俺でここでいや嫌なやつだなとか言っちゃったから、店員さんに嫌なやつだなって言っちゃったと思われたら本当すいません。見てたらね、あれは俺が嫌なやつだな、俺嫌なやつだなっていう言葉足らずでね。ほんで もし見てる方がいたら本当すいません、それは嫌なやつだなって思ったら俺が嫌なやつなんでね。うん、だって嫌なやつでしょ。そうそう、でもうぜえよな、前のババアも。前のババアって言っちゃったけどさ、スーンと開いてったから、あ、いけんのかなって思ったら吸収なのかよって思ってさ、うん、思っちゃったよね。休止中なのかよってなって、あ、すごい申し訳ないなって。休止されてるのにレジをね、それ偽善じゃないぞ。その善をね、覆いかぶってる、善皮をね、かぶってるわけじゃない、善の皮をかぶってるわけじゃないぞ、うん、いやすげえ申し訳ないじゃん。休止してんだよ、休止してんのにスンと入り込んでいくで、それさ、あ、すいませんみたいなことやんなきゃいけない。うーわ、ひどいことやったなって思っちゃう。それで、あ、お客様って、あ、でもそれも仕事増やすのも嫌なのか、逆にお客様来てくださいっていうのもちょっと勇気あることだもんな。めんどくせえよな、声を発するっていうのもね。だから逆に良かった行動なのかもね。俺がそこでね、ババアの後ろ、うん、まあババア許すマジですよ、スーンって入ってきやがってよ。なんでピットインかって思った、スーンって入ってきやがって。そういうの多い最近、もうなんか日常生活慣れしてる人間が多すぎる。俺慣れてないから本当に、もうずっと家にいるような引きこもりだから、日常生活に慣れてない、もう人間の生活に溶け込めないから、もううまいんだよ人間は生きていく術が。びっくりしちゃった、もうピットインみたいな、もうすごい熟練のベタ漬けみたいなね、もうその縦列注射みたいなのしてくるから、ほんとやめてほしいよな。もうテクニックがすごい本当に。俺やっぱその引きこもりスーパーニートなんで、スーパー引きこもり、まあいいや、まあ、ニートなんで、ニート引きこもり、引きニートなんで、まあ、ニートいらねえが、引きこもりなんでね、全然もう、人間として生きれてない気がする、俺は。もう家にこもりっぱなしで。でも思いました。家って最高。うん。やっぱ家はね、いいよ。うん。家自慢になってるわけじゃないんだよ。まあ、これがね、まあ何だっていいですよ。犬小屋でもいいです。でもやっぱ安心できる、家は。やっぱもう下界は怖い。いや、下界って言わない、外の世界のこと。ああ、でも、下か。外って下って読むかな。やばいな。外界ね。まあ、外界ですよ、外界。外界はやっぱ怖い。それだけ分かった。やっぱもうね、まあ、もっと引きこもりしたくなっちゃう。もっとアマゾン使いたくなっちゃうって思いました。今日生きてみてね。生きてみてねって。滑舌が。あと鼻詰まりが。あと喉が。いや、いちいち報告せんでええわいって言おうと思ったら、喉詰まって鼻詰まってるから言えないし、ええわいって言った時、顎がね、0.35 外れくらいした。うん。あと眠いんだ俺は。ね、なんか無理やり喋って喉痛いな。
あ、痛い。炭酸です。美味しい。いやー、喋りたいこと喋ったかな。じゃあね、バイバイ。